うも皆さん、おはこんばんにちは、こんみです、というですね、感じのオープニングで始まる。最近ですね、アニジャオトジャさんという、まあ、YouTuber の方いらっしゃるんですけども、このオトジャさんの方がやられてらっしゃる、ゴースト・オブ・ツシマっていうね、ゲームがあるんですね。このね、生配信のアーカイブ見るのにめちゃくちゃハマってまして、もう、オトジャさんのこの声っていうのがね、めちゃ渋いんですよ。まあ、話し方も面白い、いい感じなんですけど。で、それに、その、ゴースト・オブ・ツシマそのもののストーリー感だったりとか、もうそのプレイスキルもうまいし、もうめっちゃねハマります。ぜひね、見てない方は見てほしいんですけども、まあ、そんな感じでですね、私の最近の夜の過ごし方っていうのは、動画の編集したりとか、あとはなんだパソコンの作業とかしながらですね、 YouTube 流し見するという感じなんですね。ぜひぜひなんかいいチャンネルがあったら、YouTuber の方のそのクラクラはね、いつも基本見てるんですけども、なんか教えてもらえたら嬉しいなというふうに思うんですが、本日、お話ししていくのはですね、ライトニングですね。ライトニング。これも皆さん結構使い込んでらっしゃるので、今更かよ感がもしかしたらあるかもしれないんですけども、本日にお話ししたいのは、ライトニングの呪文を、使うときの、まあ、ちょっとしたそのアイデアですね。こんな風に使うといいですよっていうところら辺に関して、本日お話ししていきます。まあ、基本的にそのアイデアも結構出回っているものがあるんですが、その中でも特に、あ、なるほど、これちょっと新しめかなと思うようなところを、私なりにですね、4つ、こう、取り上げていきますので、ぜひ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 最後までね、お付き合いいただければという風に思います。ですね、まず1本目。これですね。ちょっと待ってくださいね。上書きされちゃったよな。これ見ていきましょう。1本目、ちょっと残念ながらね、失敗しちゃうライトニングなんですね。はい、ここに打っていきます。さあ、りょうたろうさん、これライトニング7発のクエイク1発、どこに打っていくかというと、どこでしょう？ここなんですね。打っていって、エアスイーパーとクロスボウ、あと、イーグル、クランジョウと、この4つを打っていくんですね。なんですけども、ちょっとね、これ、もったないところがあって、何かっていうとですね、ここなんですよね。本来、この、ライトニングの呪文、ここに7個こう打っちゃったんですけども、7個こんな風に。じゃなくって、こっちに、まあ、2発打って、ここに3発こういう風に打ったらどうなるかっていうと、今ここに、3の裏に隠れて見えている投石機、エアスイーパー、あと、対空砲、この3つも含めて折れちゃったんですね。まあ当然ながらね、ここにあったクロスボウ、こいつは折れなくなりますよ。ここのクロスボウはね、失礼しました。ここのクロスボウは当然折れない。折れないんですけど、代わりに、今からバスをつける、この6施設が折れるわけですね。同じ呪文の枠でですよ。めちゃくちゃその方が得だと思いません？真ん中をガッツリこう、くり抜いた上で、あとは、ぐるっとこうね、バルを回していくってことができるわけなんですね。ライトニングの使い方って基本的には今みたいに、クエイク1の、ライトニング7という形で、クランジョウを、ね、折っていくパターンが、まあ、そうは言っても主流だと思います。まあ、いろいろね、そんなパターンはもう古いみたいな話もありますけど、そうは言っても多分これが、おそらくベーシックな、今、使い方になっているんじゃないかと。私思っていて。で、それをさせないような村も当然ね、こう出てきているんですが、まだまだね、使える場面って多いです。ので、それをするときに気をつけてほしいのは、7個をまとめて打っちゃうってことはなるべくしない方がいいです。それをすることによって、一番得られるメリットっていうのは、相手のアーチャークイーン、これをですね、まとめてライトニング7発きっちり当てると倒せるんですね。で、それは確かに大きなアドバンテージになるんですけども、今みたいに分けて使う、施設しかない場合っていうのは、分けて使えないかなっていうのを一旦考える、そのワンクッション考えるところっていうのがですね、多分すごい重要かなというふうに思います。で、そうすることによって、今、ほら、もうこれなんですよ。最後ね、このマルチインフェ1本だけ残っちゃったんですね、これ。これだけなんです。本当に。で、これだけ、空回しかなり見てて、綺麗じゃないですか。綺麗に空が回ってるので、最初のライトニングで、中央の投石機とかが削れていればですよ。おそらく、このまま全部取れていったんじゃないのかな、というふうに思いますよね。というところでですね、1個目。まずは、ライトニングを分けて使うっていうことですね。これを、なるべく意識した方が、効果が最大化できるという点をまず、お話ししていきたいと思いました。で、2つ目ですね、行ってみましょう。2つ目はですね、この逆に、りょうたろうさんのナイスアタックの方を、見てほしいと思うんですけども、空回しめちゃくちゃね、これうまい、これ、に負け戦です。なんか、まあね、マッチングのアンバランスさもあったんですけど、まあ、それにしても相手もうまかったですね。すげえ、ボコボコにやられました。やられたんですけども、りょうたろうさんのこれですね。
でもちょっとテンプレっぽい感じですよね。ライトニング7発まとめて撃っていきます。でこれをなんでね、ここに撃っていくのかってところも見ていきたいんですね。7発撃ってここにあったクロスボウを壊しますよね。このクロスボウと言いますかね、ちょっとパッと見た感じ、なんでこのねエアスイーパー壊さないのっていう風に思った方結構いるんじゃないかと思います。僕もね何度か見返すまで なんでこっちみたいな風に思ったんですよ。なんですけども、よくよく理由を考えるとですね、分かりました。この後なんですよね。で撃つべき場所に関しては相手のイーグル砲とさらにクランジョーがまとめて壊せるっていう、ここの部分に撃っていくっていうのはもとなく定石中の定石で、かつ、これバーバリアンキングとアーチャークイーンを使って相手の、ロイヤルチャンピオン アーチャークイーン、これを倒していきます。でアーチャークイーンがぐるっと回ってこのクロスボウまでこう、クロークを使ってターゲっていくんですね。こんな感じです。ギリギリでしたけどね、危なかったけど壊せたということで、バルーンのルートっていうのが、こんな感じ、こんな感じの L 字になってるのが分かりますかね。こんな感じでなってますよね。でそこに対してバルーンをこう回していくわけなんですね。で、ポイントですよね。そのなんで今ここのクロスボウの方にクエイク打ったのと、思いっきりこのエアスイーパーにビュンビュン吹かれてるじゃないですか、バルーン部隊が。初めからそっちに打ってきてよかったんじゃないのっていう風に思うかもしれないんですけども、これヒーローパートでここの部分削る、つまりアーチャークイーンの方が、アーチャークイーンとロイヤルチャンピオンが若干ね3時間にこう寄ってたわけですね。なんでここを、キングとクイーンで潰していくっていう、そこから入っていきたかった。でそうした場合にこのライトニングってですね、単純になんていうのか、その、施設を壊すだけが仕事じゃないんですね。その後もすごく重要で、今これちゃんと L 字ができているから、こうバルーンがものすごい大群になって襲いかかっていけてるじゃないですか。つまりバルーンのルートを作ることにも、このライトニングってきっちりと、バルーンに限らないですけどね、ルートを作ることにもしっかりと生かすべきなんですよね。でその時にもしもですよ、こっち折っちゃってた場合、このあとね、こっちを落ちちゃってた場合、このクロスボウが残りますよね。そうすると何が起こるかっていうと、入ってきたバルーン、ここにこうヒーローでこう削るじゃないですか。ヒーローで削るので、もうそろそろ分かってる人は分かってると思うんですけども、バルーンたちがこう回るんじゃなくって、ここでこう二手に分かれちゃうんですね。それちゃうわけですよ。で、それてしまうので、それは困ると。困るので、エアスイーパーをケアするよりも、むしろ、しっかりとですね、このクロスボウの方を折っていったと、いうことになるんですね。この辺のやっぱり判断っていうのが、すごいな、うまいな、という気がいたしますよね。はい、というところでございます。で、ですね、そういった風なルート作りにも使っていく。今回のルータローさんのこの、アタックはすごいルート作り感が分かりやすく出てたので、取り上げさせてもらいましたが、こんな感じで使っていくといいですね。はい。ということで次、マサルさんのこれ行ってみたいと思います。あと2本ですね、行きましょう。はい、こんな感じですね。で、ここ、クエイクを使って、クランジョーと、あとこの、エアスイーパーにダメージを与えていきます。で、ライトニング7発を使って、ですね、透析機ですね。2個折っていく。で、こんな風に、ですね、クランジョーと透析機が思いっきりこう重なっていたら、ここはもうね、ライトニングを打っていくべき場所ですよね。で、しっかりここはクエイクを入れていくっていうのは、全然、ありというか、入れていかないとダメですね。そうしないとクランジョーの体力が結構でかい、高いので、ライトニングだけでは折っていけないということになります。で、その代わり、当然ね、こうね、相手のタウンホールが起動しちゃうんですね。毎秒300の、超絶ダメージをヒーローにガンガン与えてくるんですけども、もうマサルさん完全に、この12時側に相手の防衛が集中してるんで、ヒーローがもうここのね、1点でやられちゃうことを覚悟の上でも削りを入れてますね。こんな感じで削っていくっていうのは全然ありです。クエイクを使ってタウンホール起動させるっていうのは、基本この、天才系の戦術ではあまりやらない方がいいんですけども、それをね、あえてやってでも、高い火力があるところに関しては削っていくっていうのが、いいですね。で、本当はこのエアスイーパーもね、あとライトニング2発もぐらい持ってって壊しちゃってもよかったかもしれないんですけどね。ここにヘイスト1発使ってバルーンがこう押されちゃうことを考えると、でもその代わりロイヤルチャンピオンがしっかりこのエアスイーパーケアできる位置からこう出てきてるんで、その辺も考えられていますね。上方面はロイちゃんでカットして、下方面をバルーンをなるべくこう直線的に、こういう風にですね、こんな風なルートで
進めていくっていう感じですね。バルーンをうまいですね。ここに関してはロイヤルチャンピオンを当てていくと。でここに関してはキングとクイーンっていう、まあそんな感じの、なんていうのかな、1,2,3 層の構造で全体を見てるっていうのが攻めになってますね。いやーすごい、このソロの意識ってやっぱ大事ですよね。いかにしてその、レイヤーをしっかり分けてプランニングできるかっていうのはまあ大事で、僕の場合結構ですね、プランニングに関してはそこそこ、まあ仮に、まあ前回まで届くようなプランができても、なかなかこう、それを実行するスキル面に課題があったりもするんですけども、マサルさんみたいにこうね、しっかりそのスキル面、ついている人っていうのも、まあ綺麗にこう取ってきますね。すごい、まあ、見てて気持ちがいいなという感じがしますけども、この3本目で、ね、アタックで言いたかったのは、タウンホールに対して、クエイクを当てるっていうのはなるべくならしない方がいい、しない方がいいんですけども、そこに火力が集中している場合、今で言えばクランジョー1個プラスの、投石機が2個、こんな風にある場合っていうのはもうクラン、タウンホールを起動させてでも殴っていくっていうのが全然ありな方法かなという風に思います。で、最後3本目いってみたいと思います。もう1回こっちのね、ちょっと、直近の対戦の方に戻っていこうかなというふうに思うんですけども、最後は、みんな大好きキリジョーさんのアタックをですね、見ていきたいというふうに思います。この人は本当にもうライトニングラバルと普通のその赤錦式的なラバル、どっちもガンガン使って取っていくっていう、すごいですね。もう空のエキスパート感があるんですけども、ライトニング7個しか持ってませんね。クエイクがない。どこに使うかっていうとここですね。ここに使っていって投石機を折っていきたかったっていうところなんですけども、若干これずれました。ずれちゃったんですけども、ここに関してはこれでいいんですね。いや、よくないんですよ。間違えた。投石機は折りたかったんですよ。折れなかったっていうのは決して良くないんですけども、クエイクを使わないっていう点がいいんですね。クエイクを使わないでいくことによって今回の、このタウンホールの起動を遅らせてますよね。なんでアーチャークイーンが過労してなんですけども、こんな感じでタウンホールをクロークで折っていくことができていると。さらに、自軍のロイヤルチャンピオンとか出してないので、この援軍も釣ってないんですね。ギリギリのところでこう援軍を釣らずに処理ができているっていうのがめちゃくちゃいいです。でこういう場合、さっきの3本目と違って、クランジョを、ね、巻き込むんだったらいいんですよ。クエイクを使って、それからライトニングを使って巻き込んで全部壊すっていうのも当然ありなんですけども、なんていうのかな、もう無条件にクエイクを使ってからのライトニングっていう風なのは考えない方がいいと思います。そういう風にしてしまうと、今の場合タウンホールが起動しちゃって、おそらくアーチャークイーンこのホールプラス投石機残った施設を壊す前にやられちゃったと思うんですけども、キリジョーさんしっかりそこを、ケアする際に、ここですね、この投石機をケアする際、ここですね、クエイク使わなかったことによって、ヒーローパートが序盤ダメージ受ける量を減らせてましたよね。というふうに、できた。これが結構大きかったかなというふうに思います。で、ここではもう、あとはもう、ソラマージュを楽しむという感じですね。しっかりここに関しては、ボマーを当てて壊していきながら、残った、ほぼほぼ直線的なルートをバルーンで回していくと。こんな感じですね。結構ね、何度も私これ言ってるのでも、聞き飽きてる方もいるかもしれないんですけども、キリチョーさんのバルーンって基本直線的に回す系のバルーン回しをされています。で、この直線って僕みたいなそのプレイスキルがない人にはすげえ重要で、プランニングで勝つための、まあ、空回しと思ってもらっていいんじゃないかなっていうふうに思います。何かっていうと、L 字に回そうと思うと、バルーンの舞台をなるべくこうね、2つに分けたりとか しなきゃいけないじゃないですか。結構直線に出す場合って、まあ、今のキリチョさんのアタックもう一回見てもらうと分かるんですが、バルーンがドバドバドバッと出てくるんですね。いう感じで、あんまり細かく、ラバルをちょこ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 展開する必要がないので、まあすごい、ミスがなくね、実行できるプランになります。ぜひぜひこんな形でですね、やれるような、プランを組んでからラバルを使うといいかなと思います。でこれもポイズン2個、完全にこのババキンでとか、クイーンで援軍釣っちゃう体でポイズン2個持って言ってましたね。何が入ってるかちょっと忘れちゃったんですけども、そのポイズン最終的には余ってしまって、楽勝という形でした。というところでですね、本日のお話まとめていきますと、1つ目、ライトニングは必ず、7つ同じ場所に打つんではなくて、これアーチャークイーンとか処理する場合はもう一点に打つのは仕方がないんですけども、相手の施設だけを壊す場合っていうのは大体分けて使った方が得です。なんで分けて使いましょうっていうのが1点目、ライトニング
2と5とかそんな風に分けるんですね。が1個目で、2つ目、ルートを作るためにどこに打ったらいいかも考えましょう。アドバンテージが取れるかどうかっていうのは、その打つ場所によって壊れる施設の、中身だけではないということですね。その後なるべく主力の部隊が、まとまって動けるようなルートを作るためにはどこに打ったらいいか、これすごく考えた方がいいというのが2つ目の、動画から得られた教訓ですね。で3つ目に関してはなるべくクエイクタウンホールは起動したくないんですけども、そこに、投石機がね、2個あったり、で、さらにそこにクランジョンがあったり、まあ、イーグルホーンがあったりなんていうふうにもう固まっちゃってる場合には、もうこれはね、思い切ってそこに、ライトニングプラスのクエイクってタウンホール起動させてでも壊していくっていうのもありだと思います。ただ、今の最後の4本目、まあ、キリジョーさんのアタック見てもらったように、ライトニングで、壊せるその対投石機だけとかね、いう場合、クランジョーとかイーグルホーンがそこにまとまってない場合っていうのはもう無条件でクエイクを使うっていうふうには考えずにライトニングだけを使うことによってタウンホールにダメージが入らない、つまり起動しないというこの特性を利用したライトニングの打ち方、これも意識していくとよりこう使い分けが進んで、プランニングがうまくできるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひ、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。また、関西クラクラクラブですね、今タウンホール13募集しておりますので、ぜひぜひ皆さん対戦楽しみたいというね、戦いたい、方、お越しいただければと思いますのでお待ちしております。では本日この辺りで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。